第106回全国高校野球選手権第12日、準々決勝上村学園八の二大社、2024年8月19日甲子園。写真、大社、上村学園、7回、中手記事二塁打を放った上村学園、上川床、撮影、岸良介。上村学園、鹿児島、が大社、島根、を破り。 鹿児島県勢史上初の2年連続ベスト4入りを決めた。ここまで13打数5安打の打率385と好調の上川由香勇気3年はこの日も3安打。7回には1死3塁で中越えに強烈な打球。惜しくも3塁でタッチアウトになったが適時2塁打としこの回の4連打4得点に貢献した。 上川ゆ香は試合後に大社高校の大応援を今まで感じたことのない独特の雰囲気でした。レフトで大社の応援団がすぐそこでうるさいというかと笑いつつでもこういう中でできることに感謝です。こんな経験なかなかできないと語ったこの日の3安打で打率は444に上昇自身の好調の理由について2回戦から打席に入る前に 右骨盤を一度上げてから落とす作業をしています。ボールを上から見られるので、それがハマっている。悪い時は考えすぎていたが、ピッチャーに向かっていけている感覚があると、バッティングコーチからのアドバイスを実践している。また、去年の夏から試合前に必ず書いているノートがあるんですと、脳性色の革製の手帳を取り出すと、母から、精神統一するといいよ、と聞いて、 毎試合寝る前に自分のベッドの上で明日やりたいことを過去形で書くようにしています。昨日の夜だったら、大社に勝てました、手と勝利を引き寄せたことを打ち明けた。